はい、そのイベントというのが、トレジャーハント。前もありましたね、ファンキーな色眼鏡をかけたゴブリンたちということで、その、ゴブリンを倒してチケットを、手に入れて、そのチケットを使って流行の衣装を、手に入れるという、イベントです。はい、それでは、まずファイターを入れないといけないのでファイターを、加えます。はい、では出発です。まずは物語ですね。あ、チョコなのバレンタインでしょうか。つまり倒す敵は以前もやったのですけど、ね、バレンタインのシーズンだということで、それに似合った物語になってますね。すごくチョコを彩ったドレスの、クレアちゃん可愛いです。あー、まあそうですね。物語の中でもそういうのがありますね。お、スミ？そうなのか。おっと、ドレッドが現れましたね。このクレア誰やげるんでしょうか。本命がいるんでしょうか。あ、これはもしかしてドレッド。お、みんな主張してますね。もうお礼のものしかないでしょう。おお、なんと現金な。おっと、悲鳴を上げました。お、おじいちゃんが。あ、おじいちゃんに？いいですね。おや？へなチョコ。ワニのミルク、ワシのミルクやと思ってました。汚れてますね。ワシのミルクを絞りに行こうぞ。これは選択迷いますね。まあどれ選んでも多分同じなんでしょうけど、一番上に行きしましょう。さて、あれ？おっと、これは消し、ゴブリンを消しかけてチョコを取ろうってんでしょうか。いよいよバトルです。
あっさり倒しましたね。このまま行きましょう。3匹ということで。おお、すごい、一気に倒しました。さあ、ボスとの対決です。もう出し惜しみせずに行っちゃいましょう。マックポテト、お、いろいろ手に入りますね。はい、これでパーストンゲットです。さあ、続いてやってみましょう。またドラマあるみたいですね。今度はプリンストにチェンジです。パーティーに加わってますね。献血をニョッキがどうもプリストみたいです。さあ、また物語の続きですね。買う？なんかおかしいぞ。自分で自分用のチョコを買うのかよ、この男二人は。ここの敵を倒して手に入れたチケットで装備品が手に入ると聞きましたと。なるほどですね。所持金ギリギリまで突っ込んだ魂のチョコレート。おお、金はどこから出たんでしょうね。断れない。ゾイ、はたいて買った大きなチョコレート、残ったお金で買った小さいチョコレート、それはもう両方ですよ。さあ、敵ですね。ゴブリンかな？え？まだ、続きます。そう、母ちゃん買ってきた一箱があって、母ちゃん片手に歯向いている。そうは言っても？ね、結構。うん、ん？おお、なんか一言じゃないですね。さあ、ちょっと強くなるはずです。ああ、なるほど。
すっごいですね。チケットというのが手に入るみたいです。さあ、さらに、ストーリーは進んでいきます。今度はウィザードが、いるみたいです。そのウィザード、チョコが、ウィザードみたいですね。ダメージ与える必要があります。これですね、ミルキーはチョコ火属性じゃないから、このままでいきましょう。さあ、一気に倒しちゃいましょう。間違えた。さあ、ボスです。おー、威力がすごいですね。もうちょっとだった。さあ、物語です。おまけコーナーですね。え、そうなのか。地球って平らなんじゃ。どうやって踏ん張るの？そうだね。現実はただこのゲームの世界の話ですからね。結構ドラクエだって、球面じゃなくって平らでスクロールしてましたし、なんかやり合ってますね。この物語の世界って古代なんでしょうか。
言い訳がいいですね。引き分けがいいか。さあルート4、さらに進めていきます。今度はファイターとウィザード両方とも揃えないといけないみたいです。ミルキーがパーティー進めている。もうファイターはなるほど、そういうことか。これでいいでしょう。さらに強くなっていきますよ。ボスと対決です。確か最後のボス結構強かったんじゃないかな。勢いがありますね。あともう少しです。倒しました。ありますね。パラディンを今度は超える必要があります。そこでこれをパラディンに変更。おっと、もう加わってましたね。というわけで行きましょう。ここについてるアビリティというのが
あればいいんですよね。おっと、チケットがないみたいですね。今まだスタミナが残ってるんで、もう一回、行きましょう。今度は、全部、もうクリアしちゃってますから、どんな布陣でも大丈夫です。最後のボスです。さあ、これで他の人に頑張ってもらいましょう。一気に。倒しました。おっと、村長のなんか。さあ、これでさっきのチケットをまた交換。結構いるみたいですね。まだいけるみたいです。アイテムをどんどん取って そこにあるアビリティですね、通常アビリティをつけていって、強化していくという。はい、倒しました。神レベルアップ。これでブーツも手に入れましたね。
けで、イベントを、行っていきました、もうすぐバレンタインということで皆さん、チョコの方は、いかがでしょうか。またもし女性の方が見に来てくださるんだったら、チョコ誰にあげたり、どういうチョコ作るのかな。というわけで、この動画はここまでとなります。またですね、ツイッターとか、ブログにも遊びに来てください。チャンネル登録まだされてない方はチャンネル登録をお願いいたします。また最後に流れる関連動画とか、プレイリストですね、そちらの方にもアクセスしていただいて、他の動画もお楽しみください。はい、ではまた、ゲーム動画で行こうでした。バイバイ。